写真拡大。オリックス7の1、日本ハム7日、京セラドーム大阪。オリックスの吉田正尚外野手が自身のインスタグラムで父になりましたなどと綴っている。この日の日本ハム戦では、7回に4号、ツーランを放つなど4安打2打点の活躍。試合終了直後には自身のインスタで娘の織姫効果でバースデーホームランも打てましたなどと喜びの声を上げた。チームは吉田生の活躍もあり今季初の3連勝を飾った。